ラフ君がいいんじゃない選ぶの。だからそのじゃあカニさんで高田さんちゃんね。高田さんか。あ、どっち？あ、カニ？カニじゃないの？カニさん。じゃあ行きますかね。はい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 。インポスター竹藤宮。とりあえずアグロ、アグロで行こう。アグロで。これはやばい。隠しが出るか。アルハタプテ、え、メイオラだったっけ。メイオラですね。ミーティングです。アルハタプテメイオラ確証です。あ、いやごめん、プテさんは分かんないわ。プテだけ分かんないな。アルハタメイオラ、いいね。一応、まあまあ、貨物で停電直してます。タンワキメイン、タンワキで最後バイタル一瞬だけ見たので、まあ減ってるはずです。あのメイオラに説明しておくと、プテさんは最後に登ってきたんだよね、これ多分。うんうん、最後。停電明けにいたから。停電中ぐらいにはしご登ってきて、左の壁に張り付いた。あれ、慎太郎って宿舎分けじゃなかった？違うか。いや、マジ覚えてない。一旦脇現れ、アーカイブ、タンワキ。エンジン、タンワキ。このターンで一番走った距離が長い男です。ほら。横に。キッチンは誰かいる？あっちへとプテかな。いや、プテさんは僕宿舎だよ。宿舎じゃん。宿舎だっけ。左にさ、帽子かぶった人がいたんだよ。左行ったのがプテ。あー、じゃあ、青くん、じゃあ理解した。プテは最後、死人はある？ミーティングとか。ある、ミーティングで死人はある。あ、そう、逆に最後しか死人がないから、まあ一応切って帰ってくるがあるかな。脇がエンジン脇のちゃんだから。エンジン脇がないならない。エンジン脇がないんだったらきついと思う。え、キッチン脇行ってないでしたっけ。キッチン脇がいない。ないけど、停電中にはもうプテはミーティング残ってきてる方は無理だ、うんうんうん、だ無理そうな。じゃあその後に弾きましょう。タカ、フジ、タケ、ネロ、ここ全員タンワキです。ここに高田さんがメイン2いるぞ。2メインターンで俺が最後一瞬だけ 0. 何秒バイタル見てる、うん、メインとアーカイブとハモツ。俺ネロちゃんはどう走ったんですか。エンジンで湧いてベントタスクやった後、コックピット行って、コックピットのハンドルタスクやった後、また右に戻っていってるっていう感じなんで、もう横移動だったら任せてほしい。カニとなくて。もうこれ初手2キルだからタスクきついから、もう釣ってていいと思う。適当にやっていいんじゃない。適当に、まあ俺でもあれだけど。誰え、他にますか。まあまあ僕からでもいいですけど、雑に言うと藤宮、笑いが起きた時嬉しそうだったから、ちょっと白くオラフ君がいいんじゃない選ぶの。え、僕だってタスク終わってないからボタン押せてるよね。言ってください。だからじゃあカニさんで。カニ高田さんちゃんね。高田さん、あ、どっち。あ、カニカニじゃないのネルちゃん言ってた。あ、言えなかった。あ、俺言った。じゃあワンチャン負け筋残ってる。カニさんってどっち。カニさんガチで勝つわ。カニさんは分からんよ。頼む、選んで。はい。はい。え、オラフ君の言うカニさんはちなみに誰だ。ネロちゃんだ。確かにカニくんじゃない。このターン一番移動した自信あるカニさん。カニさんめっちゃ楽しんでくれました。カニさんめっちゃ走ったでしょ。赤くれてるから。ガチでボケなしでカニさん高田さんだと思った。僕もカニさん高田さんだと思った。俺もね、分かりづらいこと言っちゃった。言ってから思ってたんだけど。さすがに。真のカニは高田さんやったんか。スキップ入れたの俺だから。ああ。さっき、ね、カニさんこのボタンめっちゃ白いけど。なんか、単話金4人の中から白い順に釣ってるようなあれだわ。イメージだわ、これ。でも大丈夫かな。でもカニさん別に釣らなくてもいいってことですよね。え？
いやもう本当に進行よ。釣らないとだめ。え他の二人も。まあね、俺順番変えてもいいと思う。あじゃあ俺タケネロの三択。あそうや、ね。順番変えるか。まあどっちでもいいけど。いやなんかかねあの。お前ネロさん三票って誰？カニ冤罪かわいそう。僕一票入れてて。高尾さんも入れてると思う、ね。まあそうだよね。なんかさそうかミーティング組の隠しろ三票がネロちゃんに入ってる場合ってネロちゃんって白そうだから。いや高尾さんが入れてるから。いや僕高田さんに入れた。俺も高田さん。僕も高田さん。投票できてないどっちか分かんなかったから。高田さんは絶対に俺に入れてるはずだから二票は僕が入れてるネロちゃん。あと一票は。じゃあもうカニローラしますか。確かにカニでいいのか。カニ冤罪を。いやー脇もう一回あの聞きたいんですけど、オニキはどこで分けてる？アーカイブで俺が貨物で高田さんがメインでネロちゃんがエンジン、キッチン脇がいないっていうだから、そう、ね、怪しい度で言ったらカニは別にどっちも怪しいの、そうね、うん、左寄りではある、うん、カニさんに入れます。おい、オッケー。高田さん本当すいません、なんかおかしくちゃってでもなんかね、連れてそうな気はするわ、俺目線。あ、そうなんだ。なんかだけどね。カニさんの。うん、カニ。カニ的には、ね。米サボ行くで。さあ次はどのカニからいきますか。あとはだっけ、ふじみやだけ。なんとなくふじみやくんカニさんに近そうなゴーグル。いやいや、カニ取ってそうだもんな。カニ取ってそう。好きなね。まあまあ。ふじみや。え、ちょっと待って。はたさん。で、大丈夫なんだもんね。基本で。ふじみや、たけお、プテの順で終わりじゃないですか。あと、ね、ネロちゃんが待って。そっか、ネロちゃん、あ、ネロプテがありっちゃあるから、藤宮武雄プテじゃない。まあ、まあ、今まで釣った中でマットがいなかったかな、うん、だから、うん、ここで釣ってマットだとしても大丈夫だと思うよ。一郎は絶対釣れてるはずだ。手で直してるんだよ。ああ、じゃあ藤宮釣りで、で、おにぎり釣って終わりだ。おにぎり釣って、まあ、終わんなかったらなければ、泣きながらボタンを押して。終わりそうだけどな、ここら辺で。いや、終わると思う。終わんないか。綺麗に。無事や停電直して出て、貨物だと一番右だもんね、これ。あ、バネロ。あれか。一郎しかいなかった。確かに。うん。まあ、終わりましょう。シリフィンだよ。コミカミックでー。また行きまーす。怖いけど、ね、これ怖いわ。ねえ、これプテだった場合負け。いや、僕だった場合はマット生存の場合は、そう、トータキル入ってなかった場合は、ジョー村負けるんだけど、まあ僕としてはプテしてて怖いってなる意味が分かんない。え、ミーティング奥とかは絶対ありえない。いや、絶対ない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 。じゃあ大丈夫。じゃあ大丈夫。じゃあない。じゃあ大丈夫。ネロプテだったパターン。あ、僕分かった。先ほどさんって追わなかったら、素直に死を受け、もう何も反応しないで死を受け入れるから。いや、そもそもそう。そう、その時点で多分キルが入って負けだから、うん、マットいたら負け。そう、なんかね、誰かが紙切る通してたらってこと、ね、え、誰か直した人っている、この中で。俺は直してる、さっきから米サボ2回ぐらい。直してない、何も直してない。いやー、これ怖え。おにきで終わんなかった場合負け確やん、こんな。いやー、でも誰切るんですか、キルしてる人。でもポン、プテしかいないの無理でしょ、うん、まあ、いや、プテしかいないんだけど、うん、アルマハタサコオラフの中に、うん、マットがいた場合、大丈夫ですよ。プティプさん負けなのよ。あ、僕直してますよ。直してる。あ、じゃあ大丈夫。大丈夫大丈夫。これ誰がボタンある今？
俺はあるけど、え、誰が釣り始めやつって、うわ、わかんねえ。まあ、でもこれ釣るしかねえ。とね、これ終わんなくて、マットが切ら初手で切られてることを願うしかないですもん、僕視点は。そうだよね。終わんなかったら、じゃあボタン押したから、サボいきますね。いや、ハタサコマットの可能性あるからな。シェリフいたら打ち毒だと思うんで打ってください。いや、釣り始めやつさん誰だったっけ？藤宮です。藤宮だっけ？藤宮くん。うん。藤宮くんが4人で。まあ、うわ、終わってくれ。終わってくれとやべえマジでこれ。だるいな。あ、よかった。クルークルーです、ね。ガチで怖いわ。クルークルーインポスターです。しかも黒猫なんか白髪ローラーだよ。カニは白です。カニ二人白。よくカニよくサボ直せたの。ワンチャンね。ワンチャンあったの。なんでボタン押したの？いや、ハタサゴいたからね。ああ、そうなんだ。無理だ。サボ意識めちゃくちゃ高かった、ね。ああ、マジかー。いやー、危な。白髪。いや、アルマが何も言わねえから、こいつマットあるな、こいつ。最終日は、もう、プテハシンポスターであれって思いながらずっと見た。終わってないから、タスク終わってなかったから。終わってないから。